これね、飯抜きだ。隠り明け1日目、今日はなんと石垣さんがスマホを岩の間になくした記念で、みんなの撮影してたらスマホ落としました、岩の中に。これから20分ぐらい片道歩いてみんなでご飯を食べに行こうと思います。まあ何食うか分かんないんですけど、まあ石垣さんの分ぐらいは出してあげようと思います。レッツゴーロード。ラーメンあるよ。はい、ラーメン。タイヌードル。タイヌードル。今ラーメン。走った方がいいんじゃないか。今何時？走んないと Q3漏れちゃうから。てか今何時？18時。あ、もうダメだ。いや、飲食店は18時以降やってるよ。やってる？ラズさん。ラズさん。ラズさん。Vlog で今。ラズさん Vlog。競争するらしいから。ラズさん、徒競走する？いや、走るのはいいかな、俺。よっしゃ、行くぞ。じゃあ、黄色までね。誰が黄色まで。用意どうしてよ。荷物持とうか。荷物持った。ちょっと危ないかも。危ない。落ちちゃう、中身が。誰もカウントしてくれない。3、2、1、3、あっちゅうまい。ゴーゴーゴー。え走ってんだろさ。あさ走ってるじゃん。これ学さん抜かしたんで。そう。どうですか。早いっしょ。はい、早すぎだろ。気持ちいいね。気持ちいいわ。あ、これはやばい。きちい。なんとあのラズが追い抜いていきました。1 hour later。電気が走ってきたと思ったらラズさんだった。疲れた。え？何？どうした？死にかけてるじゃん。あ、それ取るね。クロー。はい。死んでるやつで。大丈夫ですか？あれラズさん。ラズさんもう Vlog 撮ってるけど。おい。やばいだろ。寒くも風が強すぎて息ができん。寒すぎだろ。体感温度マイナス5度ぐらい。やばいなこれ。待って待って。うわぁ深井。ハイラーメンはこっち。そう、ハイラーメン行こう。ラーメン行こうよ。あ、味噌と豚骨間違えてない。
いや、俺味噌だよ。アイスランドでまずここまで本格的な豚骨ラーメンが食べられるとは思いませんでした。ぜひアイスランドにお越しの際はハイヌードルまで、はい、採血救急所番外編でした。さよなら。いや、めっちゃ触るやん、お前が。ちょインカメやってる。え、初日に来た、見た猫だっけ。気がついてますね。あと飼い猫なのかね。結構でかいっていうか、引っ越してるから、これは飼い猫ですね。なるほど。岩坊さんのやつ見ることあるもん。